はい、おはようございます。釣り子 TV です。一つルアーを買ってきました。こちらジャッカルのですね、スパイテール70、これをですね1個買ってきてみましたよ。ずっとですね、なんか他の方の動画とかで見たりとかですね、あとはいろんなインターネットで見ていて欲しいなと思ってたんですけど、なかなかあの店頭に並んでないですよね。で今回釣り具屋さん行ったらポロッと並んでいてですね、やっと一つ買うことができました。価格は1512円ということで、税抜き価格で1512円ということで買ってきました。でスパイテール SS なんでスローシンキングですね。で 70mm で、重さが 4.3g ということで、早速ですねどんな感じか見ていきたいと思います。はい、わーそうですか、これは釣れそうな感じですね。小粒だけどすごいかっちりした作りですよ、スパイテール。まずは、まあ、顔こんな感じの顔してますね。で針がだいぶ小ぶりですね。これ結構マイクロな針がついていて、テールの針がこうフェザーじゃないですよ、何でしょうか、化学繊維ですかね、こういうのがついていて、でボディー、ほんとなんか小型のジョインテッドクローみたいな感じっていうんですかね、こういう可動域があって、でなんだろうな、これを釣り具屋さんで見たら、最近あの亀山ダム行くとあのワカサギとかオイカすごい追いかけられてるんですよね。でそれにワームで合わせていくんですけども、フローティングのワームを投げて、それをボイルしてるやつを釣るっていう、そんな釣り方、やっているんですけども、そこでなんかプラグで効くプラグないかなっていうことな、ハンクルのジョーダンとかですね、あとはセイラミノとか、まあいろいろありますけども、 IG 系のミノとかですね、ここに何かもう一個、まあもちろん従来のやつも、よく釣れるんですけども、なんか微妙にやっぱ動きとか違うと、食ったり食わなかったりっていうのがあるんで、そこのバリエーションを何か必殺ルアーを追加したいななんて言って、釣り具屋さんを物色していたら、こんな感じのちょうど亀山ダムによくいそうなサイズのこんなルアーがあったんで、買ってきてみました。で、どうだろう、後ろに説明書きがありますね。 S 字と I 字の双方を使いこなす可変アクション、スローリトリーブでは I 字系、ミディアムファーストリトリーブでは S 字系ミノに、アクションの変化をアングラーの位置するままに再現するニューコンセプトミノ、それがスパイテールです。 I 字の誘いからリーディングスピードを上げて S 字エスケープアクションを起こしたり、トゥイッチによるイレギュラーダートアクションを起こしたりと、アングラー側から積極的に食わせのきっかけが演出可能です。擦れ切ったバスを多彩なアクションで、攻略しますということで、ゆっくり引きだとまあ I 字引きで、ちょっと、スピードを変化させるとエスケープのこうスラロームアクションとかもやったり、まあこうじーっと見に来たのに、このお尻がクテって動いた瞬間とかにバイト、入る時なんかもあるでしょうからね、まあそういった感じでちょっと、ここの可動域があることによっていろいろな食わせの誘いを、自分から仕掛けていくことができるよって、こういったコンセプトですね。で、どうでしょうか、あのスローシンキングなんですね。まあ贅沢な話ですけども、あのフローティングで重りを張って調整なんていう感じだと、あの結構浮かして置きたいなっていう時もあるんで、これのどうですかね、スローシンキング買ったんですけども、フローティングなんかがあったら、自分ももっと使いやすい、まあまあまあでも、釣れるからスローシンキングなんだろうっていうことで、とりあえずこの吊るしの状態でですね使ってみたいと思います。でカラーリングがもう間違いないんですよ、こんな感じでキランキランのところ、まあ腹がホワイトベリーで、
クリアなところがあって、上のところにちょっとだけキラリンとするこういうカラーリング。いや本当こういうのがいっぱいなんか泳いでるんですね、亀山ダム群れでしかも泳いでいるんです。それがガバ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 こう捕食されている、そういうところにですね放り込んで、でワームでシングルフックだとどうしてもあのなんかあんまりかかんない時があるんですよね。そういう結構おっちょこちょいというか魚も寸前で見切っているのか、そういう時にこういったトリプルフックを背負っているルアーっていうのが非常に効果的な場面があるんじゃないかなということで、こういった感じで1個買ってみました。じゃああとですね、重さ測っておきますね。スローシンキングっていうことなんですけども、こちらのジャッカルのスパイテール何グラムでしょうか。4.5グラム。4.5グラム、まあこれはスピニングに細めの PE ラインとかで投げようかな、もしくはフローターとかで釣りしてる場合はベイトフィネスタックルで放り込んでみようかなって、そういったところですけども、できるだけやっぱボイル打ちとか遠くに飛ばすのが自分の使い方のメインになるかと思うんで、まずはスピニングタックルに飛ぶ糸をつけて、それでボイル直撃させてみようかななんていう風に使い方は考えております。久しぶりにですこういった本当釣れ線なミノーライクなしかも小型の釣れ線ルアー買ってきてみたので、早速ですねまあデビュー戦は、これは亀山ダムになるんじゃないかななんていう風に考えております。というわけで本日はですねジャッカルスパイテール70これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。